春学期ですね、この学科の授業を担当します照井と申します。どうぞよろしくお願いします。それで今日は最初の時間ですので、ガイダンスということで、この授業に必要な教科書や参考書などの説明ですとか、それから単位の取り方ですとか、それからあと皆さんこれから大学で数学をもう勉強されると思いますけれども、その上でのヒントというかアドバイスになるようなことをちょっとお話ししたいと思います。であと、もし時間が余りましたら、この授業で学ぶ線形代数っていうのがどういう数学なのかということについて簡単に説明したいと思います。でちなみに今日はですね、このような形でスライドを使ってやりますけれども、普段の数学の授業は黒板にチョークで書く形でやりますので、これを聞いてほっとする人もいるかもしれませんし、がっかりする人もいるかもしれませんけれども、多分皆さんが高校で受けてきた授業と同じようなスタイルで、授業をすると思ってください。で、まずこの授業の担当なんですけれども、僕が、数理物質系数学域の照井と申します。一応振り仮名振ってますね。照井明です。よろしくお願いします。それからあと、今回というか大学の授業にはよく大学院生のティーチングアシスタントと呼ばれる人がついていまして、で、授業の補助ですとか、それから皆さんの勉強の助けになるような手助けになるようなことをしてもらっているんですけれども、と、後ろの方にいらっしゃいます、柴田さんと黒沢さんですね。黒沢さんの方が、黒くない服で、柴田さんの方が黒い服ですので、よろしくお願いします。でそれから、後ろの方を見てちょっとお気づきになられたかもしれませんけれども、ビデオカメラがございまして、この授業を収録しております。で大体ですね、画面には皆さんの、せいぜい頭ぐらいしか入らないと思いますので、プライバシーの侵害は、多分起こらないと思いますのでご安心ください。ただし、後ろの方を向いてですね、友達と話をしたりすると、まれに顔が映る場合もありますが、それはプライバシーの条件にはですね、同意していただけたというふうにみなしたいと思います。でちなみに、この授業の収録なんですけれども、これから毎回、この授業のビデオを撮りまして、で後で公開して、皆さんが後で見られるような形にしたいと思います。心の試み、去年ですね、僕が物理学類の1年生の人たち、今の2年生の人たち の微積分1の講義を受け持ってたときに始めました。で後で説明しますけれども、僕のホームページからですね、その去年 の微積分1の、ウェブページを見ますと、去年 その1学期の微積分1の授業の、講義ノートですとか、それから授業のビデオを見に行けるようになっておりますので、興味のある人は後で見てみてください。それで、じゃあ、まずですね、その授業全体の説明をしたいと思いますので、こちらの縦長の方の資料をご覧ください。1ページですね。で、ちょっと紹介が遅れましたけれども、この縦長のページが、シラバスといって、その授業の内容をいろいろ書いてあります。で一応科目名ですとか科目番号ですとか、それから要次元というのが書いておりますので、確認してください。で今までのところ担当教員とティーチングアシスタントの説明まで終わりまして、あと、授業のサポートページというのを作っております。で、この授業に関してはこの資料にも書いてありますけど、 こちら のウェブページに、を見ていただくと、これまで配った資料とか、それから講義の録画へのリンク等を載せるようにします。ので、必要に応じて随時参照してください。それでは授業の概要なんですけれども、一応皆さん、多分合宿行かれたんですよね。新入生の合宿行かれたと思います。で実は僕も筑波大学の卒業生でして、僕は今のように数学物理科学地球と分かれる前の自然学類の卒業生なんですけれども、自然学類の時から伝統的な合宿でして、僕も合宿に
行きました。で、その時もですね、やはりOPT の先輩方がいまして、今と全く変わらずアインシュタインがベルを出した発表を聞いてですね、いろいろ指導していただきました。で、多分その合宿の際にも何でしょう、履修科目と一覧などを、じゃ解説重要科目一覧などを見て、その時間割を組んだりしたと思いますので、線形代数についても少しは見たと思いますけれども、一応、ちょっとこのテキストを見ますと、線形代数というのが、現代数学の基礎であるばかりではなくて、いろいろな分野に応用される、基本的な理論であるということで、まずこの、線形代数は春学期の線形代数1と、それから秋学期の線形代数2と引き続きってやるんですが、前半の1の方では、その行列ですとか、それから連立一次方程式、といった基本的な計算から始まって、その数学的な、線形代数の基本的な方法と、それから数学の考え方を学びましょうという授業です。で、次に教科書などの一応指示なんですけれども、まず教科書がですね、講義の教科書が指定されております。で、こういう青い本で、明解線形代数という本です。で、これは一応ですね、資料にもタイトルとかいろいろ書いてありますので、一応このシラバスを見ながら聞いてください。で実はちょっと申し訳ないんですけれども、この教科書の入荷が授業開始に間に合いませんでした。で、それで今日ですね、もう一部配ったこの横長の資料というのは、この講義の教科書の第一章をコピーしたものです。で、とりあえず教科書の代わりにこの、教科書のコピーを見ながら皆さん勉強を始めてほしいと思います。で、一応ですね、この第一章が終わる前に教科書が入荷して皆さんが買えるようになると期待はしているんですけれども、今後のことについてはまた状況が分かり次第お知らせいたします。ですので、今日のこの横長の資料が教科書代わりになりますので、皆さんなくさないように持って使ってください。で、この教科書は、筑波大学の数学のですね、先生方によって書かれた、教科書です。で、この著者の4人の先生方は、僕も学生時代に、授業で教わったりしてお世話になった先生方でして、で、この教科書をもう10年近く、この筑波大学の、自然系の学類の線形代数の教科書として使っています。で、次に、参考書なんですけれども、これだけは知っておきたい数学ビギナーズマニュアルという本でして、こういうその赤い、縦長の本です。で、この本はどういうことが書かれてあるかというと、数学の教科書の書き方というのは一種独特なところがありまして、例えば最初に定義があって、次に補題があって、次に定理があって、で証明があってっていう、そういう書き方の繰り返しになっていたり、初めてその教科書を読む場合には、多分ちょっと戸惑いを覚える人がいるかもしれません。あるいはたくさん文字を使いますので、文字がこの文字なんて言うんだかわからないとかですね、それから筆順を知らないとか、そういうことはよくあるかもしれませんが、そういったその数学を長く勉強すれば常識になってしまうんだけれども、初めて勉強するときにちょっと戸惑うようなことをですね、いろいろ解説されているが解説されている本です。で、本来ですと今日そのいくつか抜粋をですね、コピーして配ろうと思ったのですが、残念ながら急遽教科書のコピーが割り込みに処理に入りまして、残念ながら今日は配れないんですけれども、次回抜粋した資料を配りたいと思います。もし興味のある人は、後で授業の後で見に来てもらってもいいですし、それから実際に買っていただくのもよろしいかと思います。で、次にですね、授業形態は講義だからいいでしょうということで、で、裏面に行きましょう、2ページですね。で、多分
その皆さんが一番その関心があると思われるのがこの単位と成績だと思います。で、次のように基準を設けて行いますので、注意してください。まずこの授業は学期末に期末試験を行います。で、原則として期末試験に出席しなかった人には単位は出しませんので、期末試験に出席することというのが、この授業で単位を取るための必要条件になります。で、皆さん高校の数学で必要条件やら十分条件というのを学んできたと思います。なかなかこんがらがるって嫌だなって思ってる人もいるかもしれませんけれども、必要条件とか十分条件っていうのは多分これから皆さん社会に出ていくときにいろいろな場面で出くわすと思いますので、ぜひそこでですね意味を取り違えていたために残念な結果にならないように気をつけてほしいと思います。ちなみに必要条件というのは、これを満たさなければ単位は来ないけれども、これを満たしたからといって単位が来るかどうかはまだわからないというわけですね。ですので期末試験に出席しただけでは、単位は保証されないので、その次には一応単位が来る、程度の成績が取れるように頑張って勉強しましょう。で、それからあと、もしかするとその学期内にですね、そのレポート課題などを出す場合が、あるかもしれません。で、そういったそのレポート課題などの得点もその期末試験の成績に加えた上で、成績や単位の評価をしたいと思います。はい。それからですね、個人情報の保持についてということで、昨今ですね、その個人情報が漏れる事例というのがこう社会でいろいろあって、で、ニュースなどにもなっていることは皆さんもご存知かと思います。で、知っている人がいるかもしれませんけれども、一応10年ぐらい前からその個人情報保護に関する法律というのが日本にもありまして、で、基本的にはその、会社やですね、組織で管理する個人情報というのはその法律、個人情報保護法などの法律にのっとって管理しなければならないことになっています。で、大学の場合はどうかといいますと、実はその教員個人がですね、その皆さんの、授業など教育の目的のために皆さんのに関して個人情報関して持つ個人情報っていうのは、その法律で規制される個人情報には該当しません。これ例えば大学、同じ大学でもその学務が管理する情報などは大学の組織として管理する情報ですので、その個人情報保護法の対象になりますけれども、教員が個人的に管理するのは一応法律の対象にはならないんですが、一応僕個人としてこういう情報を管理しますということを皆さんにお伝えしておきます。で、大体成績集計に必要な情報なんですけれども、皆さんの学籍番号、名前、それから、もし出席を取った場合は出席状況、それからレポートや期末試験の得点、それから授業成績といったものをその、紙とですね、あとはコンピューター上のファイルに記録します。で、それからもし皆さんがレポートを出した場合には、そのフィードバックとか、あとそれをですね、後から見たりして指導する上の参考にさせていただく上で、皆さんのレポートを、スキャンしてファイルを保管しておきます。で、これらのファイルはこの授業の、皆さんの、指導のみの目的に用いるもので、で、一応アクセス制限はかけて、自分だけがログ僕だけがログインできるような環境で保護保持保存しておりますので、もし何か気になることがありましたらいつでも申し出てください。それからですね、オフィスアワーというのがあります。まだ聞き慣れない人もいるかもしれませんけれども、大学の教員にはですね、大体そのオフィスアワーというのがありまして、その学生からの、その質問などを受け付ける時間帯というのを決めるように、大体決めるようになっております。で、ただですね、その自然系の学類の皆さんは大体
その時間割を見てみますと、僕らの頃もそうでしたが、多分あの週5日、月曜日から金曜日の1限から5限までほとんど埋まっている人が多いんではないかというふうに思います。ですので、あの当面の間はその、まあ、質問などがある人は随時あの予約してもらうという形にしたいと思います。で、予約というのは例えばその授業が終わったときにですね、ちょっと僕のところに来てもらって、あの実は質問に行きたいというようなことを言ってもらって、じゃあ何曜日の何時というふうに約束したり、あるいは、このシラバスに僕のメールアドレス書きましたので、あのメールを送ってもらって、あのまあ、あの 何日の何時にっていうふうに決めるというような形で、あの取りたいと思います。で、あの、まあ、アポなしで来ていただいてもいいんですけれども、あの結構その時間帯によってはいなかったりする場合がありまして、でそうなりますとせっかく来てもらったのが無駄足になったりしますので、まあ、当面の間はそのあのと、まあ、行きたいと思った時に予約していただくという形で、対応したいというふうに思います。でそこでとですね、毎年そのまあいろいろな人からですねその連絡を受けた時にこうちょっと気がつくことなんですけれども、あの連絡を取る際の心得をちょっ と, この機会にあの覚えておいてほしいと思います。一番ですねそ の, あの学生からその教員皆さん学生の皆さんから教員の我々が連絡をあの受ける上でですねあると嬉しいなっていうのが、まず自分の名前を名乗るということですね。で、当たり前のように聞こえるかもしれないんですけれども、あの案外その、あの名前を名乗らずにあのこれこれしていただきたいのですがというメールが来てですね。で、あのメールアドレスも初めて見るメールアドレスだし、あのサテライトの大学のメールアドレスだったら大体その学籍番号がありますから、わかるんですが、携帯電話のメールだったりすると誰だかわからないということもありますので、でまずそれでですね、あのまずその自分の名前を名乗っていただけると嬉しいなというのがあります。でそれとあとですね、もう一つはあの我々教員はそのいくつかの授業を持っておりまして、で、まあ、皆さん以外にもたくさん の, あの学生を相手に、こういった、授業を行っております。ですので、どの授業の、まあ、誰だっていうのがですね、あのきちっとあの分かるような形になっていないと、その、あの勘違いを起こしてしまったりする恐れもありますので、まあ、そういったことも防ぐためにも、の一応、まあ、この授業ですと、その、まあ、線形代数1の授業を取っている、まあ、科学類の誰それですっていうふうに名乗ってもらえると、あの非常に安心して対応できると思いますので、まあ、これはあの僕の授業に限らず、他の先生方にもこのように対応していくと多分あのまあ良いのではないかと思いますので、それをお勧めしたいと思います。それからですね最後なんですが、ガイダンスの最後なんですが、あの昨年度以前に入学した人はこの授業の単位の取り方に注意をしてくださいということなんですが、まあほとんどいないかもしれませんけれども、皆さんご存知だと思いますが、筑波大学は昨年度まで3学期制を取る、日本でも非常にユニークな大学でありましたが、今年度から2学期制に移行しまして、でまあ、あの皆さんは、まあ、2学期制で これから単位を取っていくわけです。でところがその昨年まで入学した人たちは、3学期制に対応したその線形代数の単位を、取って卒業することになります。で実はあの昨年度まではこの線形代数の授業はですね、あの1学期に線形代数1、2学期に線形代数2、3学期に線形代数3という、こう1単位ずつの授業科目だったんですね。で去年まで入学した人は、その枠組みでその単位を取って卒業することになります。ですので、この2学期制 の, あの線形代数1ですと 1.5 単位になってですね、じゃあどうするかっていうと、そのじゃあ2学期制で取った単位を3学期制の
では何どの授業科目を何単位っていうふうにこう変換する必要があります。ですので、まあ、今年入学した人は全然心配ないんですが、去年まで入学した人はその辺気をつけていただきたいと思います。まあ、迷ったときは学務へとりあえず聞きに行きましょう。で皆さんも他のいろいろなことでその単位の取り方とかでその迷ったら、まあ、学務まずはまあ友達に聞いたりですね、それから先輩に聞くのも有効だと思いますけれども、まあ、それでも分からなかったら最後は学務に聞くのが一番確実です。あと、去年までに入ったその人でですね、3学期の課程で単位を取らなければならない人には集中講義が開講される予定ですので、まあ、もし詳細を知りたい人は後で申し出てください。ということで、このまず1枚目のプリントの表裏が終わりましたが、質問などありますでしょうか。はい、ではそれでは残りの時間でですね、その次の話なんですが、2枚目の方ですね、大学行って学ぶへのヒントということについてちょっと話をしたいと思います。で、これはですね、こういう話をしようと思ったきっかけの一つが、実はその大学において、その教員の我々とですね、それから学生の皆さんとで、その最初、特に1年生の時、大学入学した直後に、その学び方に対する認識の違いというのがかなりあるなということを、まあ、何年か教えていて感じてきました。この自然系の学類にはではですね、その、まあ、毎年そのフレッシュマンセミナーとかそれからクラスセミナーといった授業の中で、大体毎年2学期と3学期にその、まあ、学生と教員との懇談会というのがあります。でその中でそのこの自然系の学類ではその学生の皆さんによってその授業評価アンケートというのを独自に取ってですね、でこの我々の行う授業の評価をして、でその評価の結果をですね、その懇談会の場で話し合うということが行われています。でその時に、まあ、僕は数学類の教員ですから、その数学類のクラス懇談会でいろいろ学生の皆さんから話を聞くわけなんですが、学生の皆さんからのその授業に対する要望を聞きますと、まあ、授業の進度が早すぎるですとか、それからもっと分かりやすくやってほしいとか、それから内容が非常に難しいといったような意見が必ず毎年出てくるんですね。で一方でその教員の私たちの方では、いや大学の授業っていうのはやっぱりちょっと高校までの授業とは内容質的にも量的にも違う異なるから、だからそのやっぱりその辺をきちんと認識して授業を受けるもしくは勉強するという姿勢が必要なんではないかということをですね、こういろいろと説明するわけですね。で、そういったことがまあ、ここ最近はまあ、例年ありますので、ですので、まあ、ここで皆さんちょうど、多分今日は数学は初めての授業ですよね。うん、大学に入って初めての数学の授業ということですので、その辺の説明をしたいというふうに思います。でまずその大学でですね、そのどのぐらい勉強しなければならないのかという話をですね、そのまず大学の制度からこう見ていこうかなというふうに思います。で大学設置基準というのがありまして、でこれはどういうものかというと、その文部科学省が定めた省令と呼ばれる、まあ、法律のようなものですね。で、大学をその日本でその開設するためにはこういう条件を満たさなければなりませんというようなこの条件をいろいろ書いてあるものです。で、まあ、いろいろ読んでいくと実は結構ちょっと面白い部分もありまして、例えば大学にはこういう部屋を備えておかなければならないというような文章もあって、その中には例えば学長室ですとか事務室ですとか、それから
講義室とか、それからあと学生控え室とかですね、そういった部屋も備えていかなければならないというようなことも書かれてありますし、あとはその学生数に応じてそのキャンパスの面積をどのぐらいにしなければならないとか、そういったこともいろいろ書かれてあります。で、その大学設置基準の中に実はその大学で出すんですね、その単位の内容がですね、ある程度規定が書かれておりまして、でこの条文を引用したんですけれども、大学の1単位というのは標準でその45時間その勉強した内容を持って1単位を出しなさいというふうになっています。まあ、ただこれはですね、あくまでも標準ですので、まあ、これが実際にいろいろな大学や学科によってこう変わってくるわけなんですけれども、じゃあこの45時間、1単位45時間っていうのが、まあ、標準的にはどのように割り振られるかと、言いますと、大体、まあ、通常ですと授業が15時間に対して、授業ってこの教室にいる場所、時間ですね、この教室にいる時間が15時間に対して、まあ、予習と復習がそれぞれ15時間ずつと、で3つ合わせて45時間で1単位と、まあ、そういう、分け方もあります。まあ、考え方によっては他の分け方もあるんですけれども、まあ、こういう分け方も一つ、あります。で、大体その授業15時間っていうと、普通の大学ですと大体、まあ、週1コマ、1時間半ですので、まあ、筑波はちょっと短いですけれども、週1コマ1時間半が、10回分というふうにこう思えるわけですね。そうすると、例えば毎週、1コマ1時間半の講義が、行われているとしますと、そうすると1単位取るには、大体、1時間半の授業に対して、予習と復習を、まあ、1時間半ずつしなさいと、しなさいというかすることで1単位取れるということになるわけです。でこれは仮にその週2コマになりますと、それぞれこの値が倍になりますので、授業が週3時間あるのに対して、まあ、予習と復習をそれぞれ3時間ずつこうやって、これを10週繰り返して、まあ、1単位取れるというような計算になります。で、それで皆さんですね、そのカリキュラムのこう説明を受けたときに、その年間履修単位数の上限というのを聞いたと思います。一応この筑波大学でも年間履修単位数の上限が45単位と決まっているわけなんですけれども、じゃあ、仮にですね、今の計算でこの45単位を年間で取ろうと思ったら、毎日何時間ぐらい勉強するのか、あるいはすることになっているのかということをちょっと計算してみました。ちょっと見てみましょう。そうすると、年間45単位っていうことなんですけれども、先ほどの話からですね、その大学設置基準によると1単位取るには大体まあ45時間勉強するのが標準ですということになっていますので、それをまあ単純に当てはめて計算すると、その年間の通算学習時間は2025時間勉強してまあ1単位取るということに、まあ一応ルールとしてはなっています。まあ実際にそうかどうかというのはまた別の話ですが、でこれをじゃあ1週間どのぐらいになるかっていうんですね。で春学期と秋学期合わせて大体30週間ありますので、そうすると毎週の学習時間っていうのは、その学習時間というのはこの授業とそれ以外のですね、その自習時間も合わせてなんですが、この2025を30で割ると大体 67.5 時間になるというわけです。でさらに、まあ、1週間のうちその月曜日から金曜日の平日こう勉強するとしますと、この 67.5 を5で割って、まあ、1日 13.5 時間と。ですので、年間45単位こう取ろうという人は、まあ、大体授業とそれ以外の自習時間を合わせて1日 13.5 時間勉強することになっていますということなんですが、なかなかこれは超人的な勉強時間ですよね。ですので、まあ、皆さんがですね、これを聞いて、いろいろな印象を持つかもしれませんけれども、
まあ、とりあえずその大学で単位を取るというのはまあ、このぐらいその、まあ、勉強標準的にですが、このぐらい の, その勉強時間を、まあ、費やすということが、まあ、想定されているということをちょっと頭の片隅に置いてみてください。で、まあ、実際にそれをですね、その実践するかどうかっていうのはこう皆さん次第だと思います。もう大学に入りますと、これからの進むべき進路っていうのは多分皆さん自身で決めることになるはずですので、ですので、まあ、一応制度としては、大学の制度としてはこうなってますと、少なくとも日本ではこうなってますということを、まあ、ちょっと知っておいてほしいと思います。さて、でもう一つはそのじゃあ実際にその授業を受ける場合にですね、そのもしくはその自分で勉強する場合にその、まあ、どういう形で勉強していくのかと。で、まあ、ちょっとこれから、まあ、僕の話すのはその一例なんですけれども、まあ、皆さんがその高校までと勉強してきたその勉強の仕方や授業の受け方と、まあ、似ている人も部分もあれば違っている部分、異なる部分もあると思いますが、まあ、そういったところをちょっと比べながら聞いていただきたいと思います。で、まあ、先ほどですね、その、まあ、学生と教員との懇談会の中、話の中でその授業で講義でですね、説明される事柄が非常に難しいと、でもっと分かりやすく説明してほしいという要望が毎年出るという話をしましたけれども、まず言えることはですね、言えると思うのは、その大学でこれからその教わる、もしくは授業を受ける内容というのは、その講義を聞いただけで理解しようとするのはかなり困難、多くの人にとってかなり困難であるというつもりで授業に臨んだ方がまずは最初はいいのではないかというふうに思います。で、そうするとですね、その皆さん高校までの勉強の中でその授業を受ける前にその自分で教科書を読んでですね、例えば数学の教科書を読んでその内容をこう理解しようとこうやってみたっていう人はどのぐらいいるか分かりませんけれども、大体その大学 の, 授業の内容というのは、やはりその自分で教科書を読んで自分でこう理解するぐらいのつもりでその授業に臨まないと、なかなかそのパッとすっきりと理解するのは最初は難しいと思います。ですので、そうしますと必然的にある程度その予習などが必要になるということでですね、じゃあその予習というのは一体どういうことをすればいいんだっていう話になりますので、まあちょっとその数学の場合のその予習の手順の一例をちょっと見てみましょう。で、まあ大体予習というとその結局最初は、まあ、次にですね授業でまあ習うであろう内容をこうまず自分で読むことから始まると思いますので。まずはその教科書の次の授業の範囲を、まあ、読んでみるというのが、まあ、一般的ではないかと思います。で、この数学に特徴的なその説明の仕方というのは定義や定理というのが書かれているんですね。で、実はそのこの定義や定理というのをその、まあ、理解するというのが一応その数学の勉強の上ではまだポイントになると思いますけれども、もしですねその定義や定理に当たった時にはその内容をよく読んだ上 でその教科書を閉じてですね、でその定理の言っていることを自分の言葉で説明できるかどうかちょっと考えてみましょう。で、自分の言葉で説明するっていうのがこれが大事なところ でやっぱりちゃんとその内容を分かっていないとその教科書を閉じて自分で説明するっていうのはなかなか難しいと思います。で、まあ、その例としまして教科書のちょっとこの横長の
資料をご覧ください。4ページのところにですね、4ページの1行目にですね、そこで一般に N 個のベクトル A1 から AN が線形独立または一時独立であるとは、ほにゃ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 なら常にほにゃ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 を乱すことと定義するという文章があります。で、この文章をその意味を理解するっていうのが、まずその数学を学ぶということの一つのステップなわけですけれども、そのためにはどんな知識が必要かというと、まず線形独立っていう言葉が出ていますけれども、その線形独立の前にですね、その線形結合という言葉を理解しておかなければなりません。そうすると線形結合というのはどういうもの、ベクトルの線形結合というのはどういうものかというのを理解しておかなければならないわけですね。で、それでちょっと教科書を遡ると、そのベクトル の線形結合という言葉が、どの辺に現れるでしょうね、2ページですかね、2ページの下の半分のところに、このようにベクトルのスカラー倍の和として表したものを、そのベクトルの線形結合または一時結合と呼ぶというふうに書かれていますので、そうすると、まずこの線形結合ということを、概念を理解しないと、この線形独立という概念の理解には至らないことが分かります。で、さらに、じゃあこの線形結合に遡ると、今度は、そこにはそのベクトルのスカラー倍という言葉が出てきますよね。そうすると、このベクトルのスカラー倍というのは一体何かということを、こう自分で説明できないと、この線形結合というのは理解できないと。ということで、そのベクトルのスカラー倍っていうのを、またこう教科書を遡ってこう調べるわけです。で、そうするとちょうど1ページ、最初のページのこの下の方ですね、やや下の方に、そのスカラー倍と和を次のように定義すると書かれてあって、でスカラー倍というのはこういうものだというふうに書かれてあります。で、このようにと少なくともこの線形代数の教科書においては、そこで使われる言葉というの意味ですね、概念の定義というのは全てこの教科書の中に入っています。だから一種、この中で世界が完結していると言ってもいいかもしれません。ですので、その何かこの教科書を読んでいてわからないことがあれば、そのだん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 と教科書の前の方に遡っていけば、その少なくともその自分が分からないと思った言葉の、説明は書いてあります。ですので、大事なことはその説明を読んで、それが何を意味するかということを自分で理解すること。で、自分で理解したなと確信が得られるかどうかっていうのは、一つにはその概念をですね、例えば友達にこう言葉で説明するとか、あるいは自分で数式で書いてみるとか、そういったことができるようにだんだんなってくると、こう、まあ、ある時かもしれないし、だんだんかもしれないけれども、自分で分かったなという感覚がつかめるようになってくると思います。で、まあ、この辺はちょっと、まあ、数学の特色的なその理解の仕方かもしれませんので、まあ、皆さんが、これから学ぶ科学などとはちょっと違った面もあるかもしれませんが、まあ、数学はこのようにして学ぶのが、まあ、一般的であるということを、ちょっと頭に入れておいてください。そうですね。で予習の際には、まあ、講義に臨む前に、その自分で、まあ、理解できたところと理解できなかったところを、まあ、はっきりさせるというのが、ことができると、まあ、講義にお聞きに来る際には非常にスムーズに聞けると思います。これがちゃんとはっきりできれば、その講義を聞く際にも、その内職をして、内職して喜ぶ先生はあまりいないかもしれませんが、まあ、僕は別にそんなにこだわらないんですけども、まあ、内職を、ここの部分は内職してでも、まあなんとかなるかなっていうところとかですね、だからここは分からないからちゃんと先生の説明を聞こうとか、そういうふうにこうペース配分がこ うまくできるようになってきて、で自分がそのより理解したいところにより多くのエネルギーを投入できるように
になって学習効率は上がるのではないかと期待しています。さて、次にですね、講義の際なんですが、まず約束して、この講義でこの授業で約束していただきたいのは、他人に迷惑をかけないということです。で、これはですね、多分その授業態度に対するその、先生の姿勢というのは授業によっても先生によってもかなり違ってくると思いますので、その授業その授業でこの、その先生がどういうふうに望んでいるかというのを、感じ取るというのは、ある意味大事かもしれませんね。で、僕の場合はその、仮にその皆さんがその授業で、内職をしているとか、それから、ちょっと昨日はバイトが大変だったんでだんだん頭がこう下降気味とかですね、そういうのはそんなに気にはしません。むしろ内職をしている人を見つけて、これ何ですかってちょっと聞いて、いや実は次の演習でレポートかとか言うと、ああじゃあぜひ頑張ってくださいなんていうことを励ましたりするんですけれども、講義中はあんまり そこまで明るさまにはしませんが、演習の授業ではたまにそういうこともあります。で、ですので人に迷惑をかけない限りにおいては、その皆さんがここでそのやっていることは特に問いません。ただし、その例えばその、周りの人とこう授業に関係のない話をして、他の人がこの僕の話に集中できないとかいうような形で、その、他の人がその授業この授業を受ける上での妨げになるようなことはしないでほしいと思います。そういうことをするのであれば、この教室の外に出てやってもらう分には構わないので、だからこの教室の中では、この僕の授業で線形代数を勉強するという人の意思を最大限尊重してください。あとはですね、以前出た質問として、そのこの授業中の飲食はどうですかって聞かれたこともあります。で、飲食についてはやはりその他人に迷惑をかけないというキーワードですね。僕自身もこうやってお茶のボトルなんかも持ってきたりしていますので、必要な場合にはそういうものも全然問題ないと思いますが、例えばお弁当を開けてお弁当の匂いで周りの人が気になるとかですねそういうのはちょっともしかすると他人の迷惑に授業の妨げになるかもしれない、なりうる場合があるかもしれませんので、その辺はちょっと注意していただきたいというふうに思います。それから、あとですね、ちょっとでも疑問が浮かんだら、質問をしてください。で、こんな質問をしたら恥ずかしいんじゃないかと。で、分からないのは自分だけで、で他のみんなはよく分かってるんじゃないかというふうに思う時というのはよくあると思います。しかしながら、そういう質問というのは得てして、その他の誰かも同じように疑問を持っていることが多いです。ですので皆さんがここで勇気を出して質問をすることで、きっと皆さん以外の3人ぐらいは救われるんじゃないかと思います。1回に3人では少ないかもしれませんけれども、例えばこの1時間に3回質問が出れば延べ9人の人が救われるわけですよね。それを授業4回ぐらい、4回5回ぐらい続ければ、多分、この教室にいる皆さん一人一人が少なくとも延べ1回程度は救われるという計算ができると思います。多少楽観的かもしれませんけれども、なかなかその高校までの授業ですと、その分からないことっていうのがかなりこう恥ずかしいという感情につながる、つながってきたのではないかと思いますが、大学はそういうところではありません。分からないことは分からないと、はっきり自分の態度ですね、立場を認めた上で、それを理解できると、分かるというのが大学の取る立場です。取る立場というか、大学でみんながやっていることです。で、せっかく
貴重な時間を割いてここにみんなで集まってきている、皆さんここに集まってきているわけですから、そしたら、この授業の時間の間にですね、こう一つでも二つでも分からないところがやっぱり分かるようになった方がですね、やっぱりここにこの場にわざわざ足を運んだ甲斐があったということも言えるのではないかと思います。ですので、まあ、せっかくここに足を運んだのが無駄にならないようにしてください。それからと、授業に対する意見もできれば、まあ、この場でもしくはそのこの授業の直後などに直接僕の方に伝えてください。よくその授業アンケート、それからそのさっき言ってたその学生と教員との懇談会の場でこの授業に対する意見というのが出てくるんですけれども、アンケートの結果を読むと、ああこれ授業の合間に言ってもらえればもう少し改善したいのになっていうことが結構あります。例えば板書の字が、小さいとかですね、それからアルファベットの字がよく細かい部分がよくわからないとか、まあ、そういったことですと、まあ、ちょっと一言皆さんから言ってもらえれば、ちょっと板書が小さいですとか、その字が見づらいんでとかって言ってもらえればその場ですぐに直せますし、でそれによって、もしかしてやはり同じような思いをしている人もまたやっぱり 3,4 人救われる場合がありますので、その、まあ、授業に対する意見もなるべく教えてください。さて、講義の後はですね、その、まあ、復習ということになるんですけれども、まず演習の授業もぜひ履修してください。皆さんもうすでに把握されていると思いますが、この線形代数1の演習は金曜日のこの講義の直後です。で場所もこの場所です。ですので、まあ、眠い人はですね、ここでこうそのまま睡眠学習をしているとそのまま演習の授業に突入できるというメリットもあります。まあ、それは冗談ですけれども、一応ですね、その講義の理解の助けにする上で演習の授業を取っておくと非常に良いと思いますので、まあ、そういうこともありますし、あとはその、まあ、同じ数学の勉強をするにしても、そのまた違った先生の授業を受けることで、またいろいろ違った視点ですとか、それから知識ですとかも得ることができると思いますので、まあ、いろんな先生の授業に触れて見るといいのではないかと思います。で、あとはその復習のサイクルなんですけれども、まあ、大体その前にやった内容をまず思い出すわけですね。そうすると多分やっていく中でその新たな疑問が湧き出るかもしれません。講義を受けた時には、まあ、分かったつもりだったんだけども、もう一度自分で考え直してみたらちょっとここがどうなってんだろうって疑問になったとか、でそういったことを考え直すというのは非常に数学の勉強の上では大事なことだと思います。で、分からなければまあ、質問すると。で、まあ、とりあえず隣の友達から聞いて、で周りの友達に聞いて、で、先生にちょっと聞きにくいなと思ったらティーチングアシスタントのこう人に聞くと。で、あるいは先生に聞いてもいいですし、あとはその、数学の教員も筑波はたくさんいますから、だからこう、まあ、他の授業の先生でも、いいのではないかと思います。ということで、その、まあ、この授業というかですね、この授業、数学の知識をものにできるかどうかは、その皆さん一人一人の積極性次第にかかっていると思います。で、まずは分からなかったら、質問すると、何か行動を起こすというのが、何か変化につながるんじゃないかと思います。それからあとは、資料を探すというのも、多分、有効な手段の一つで、皆さんは中央図書館にはもう行きました？はい。スターバックスの入った中央図書館で、で結構他の大学の人と話をすると羨ましがられます。実際この図書館にスターバックスが入ってるっていうのは研究会などでその同じ分野のこう他の大学の同僚の人たちと話をするんですけれども、筑波大の図書館にスターバックスが入っているのはかなり話題になるみたいです。まあ皆さんの周辺で話題になるかどうか、分かりませんけれども、まあ
まあ、スターバックス以外にも非常にこの図書館は大きい図書館でして、やっぱり国立大学の中でも非常に恵まれた蔵書量を持っております。であとはそうですね、皆さんご存知だと思いますが、筑波大学は日本最初の師範学校の流れを組んでいますので、そういう日本 の、 その先生を育てる教育に関する資料でも一番最初期の古いものから揃っています。で僕は、ちょっとですね、音楽が趣味 で、 そのでこの中央図書館の1階の古い書庫に行ってみたりするんですけれども、明治一桁年ぐらいにその当時の文部省がその音楽の指導のために作った本なんていうのが普通に開花式の書館に置かれてきて、手に取ってみたり借りたりすることもできるようになっています。ですので、まあ、もちろん皆さんにはまずこの線形代数をですね一生懸命勉強してもらえるといいんですけれども、まあ、それ以外にもいろいろ貴重な本がありますので、こうそういうのを見る楽しみもあるのではないかというふうに思います。ということで、ガイダンスはの面は この資料に関してはこのぐらいなんですが、ここまでで質問は何かありますでしょうか。まあ、じゃあもしですね、そのこれから授業、まあ、この授業の後とか、それからこれから授業を進めていく上で何か疑問点が出てきたら、その都度聞いてください。一応じゃあちょっとですね、まだ少し時間が余ったので、まあもしかすると早く休みたい人もいるかもしれませんが、まあそんなに長くはやりませんので、じゃあ線形代数ってどんな数学って話をちょっとだけ紹介して今日は終わりにしたいと思います。あ、でちなみにこの話は今日は資料はありませんので、まあ基本的にこのスクリーンを見て、あとは必要のある人はメモを取りながら聞いてください。ちなみにですね、大学入る前に線形代数って名前聞いた人どのぐらいいますか。あ、ちょっといる。はい。ちなみに行列を勉強したという人はどのぐらいいますか。あ、行列はほとんどの人がやってますね。はい、わかりました。実はこの線形代数というのは、まあ、行列を中心にした数学です。で、皆さん、まあ、高校ではその行列の計算ですとか、それから座標変換などということもちょっとはやってきたかもしれません。で、実はその行列に至るにはこういろいろな人がですね、大昔からいろいろなその知識や、それからまあ思考の積み重ねがありました。でまず最初に、左上にあります連立一次方程式の球解っていう部分なんですけれども、連立一次方程式というのは多分皆さん中学以来何度も解いているのではないかと思います。実は人類がですね、どのぐらい昔から連立一次方程式を解いてたと思いますか。大体そうですね実はですね、いや僕も今回初めて調べてみたんですが、まあもちろんですね、西暦千何百何十何年とか特定できないんですけれども、少なくとも紀元前千年よりも昔からです。ですので今から3000年以上昔から人類は連立一次方程式をこう解こうといろいろ頑張ってきました。でその頑張ってきた解き方、頑張って編み出した解き方というのも、その昔の数学書に残っているそうです。ですのでこの線形代数のまあ一つの走りというのはもうほとんど数学の歴史と同じぐらい昔からあります。でそれからまあその他にはですね、まあ他の分野の数学を研究していく中で、この一次変換というものの、その重ね合わせが実はそのあるもののこう積で表されるのではないかと、まあ、そういうことを見つけた人たちもいまして、それがだんだんこう行列というアイデアにつながってきたという流れもあります。それからまた別のところでは連立方程式を解くときに、その
変数をいくつか消すわけですね。もちろん連立一時方程式もそうなんですけれども、連立で一時よりも次数の大きい方程式を解こうとした人もたくさんいまして、その中でその変数を消すのにその行列式が有効であるということにこう気がついた人もいました。で特に日本ではこの関孝和という数学者がいまして、で、まあ、ヨーロッパではライプニッツという、まあ、これもよく知られた数学者がいまして、でこの関孝和ともライプニッツと同じぐらいの時期に世界で多分一番初めて最初にその行列式を発見したというふうに言われています。まあ、そういった流れもこう行列の概念につながっていったりしています。それからあとはまあそうですね、1700年代から1800年代にかけてその解析学が発展して、で自然界のいろいろな問題をその微分方程式を立ててこう解くようになった、まあ、そういう研究もたくさんやられましたけれども、その中でその方程式、連立した微分方程式を解くときに現れるその固有値とか固有ベクトルというなんかそういった量がですね、だんだん注目され始めまして、でそれもだんだん行列に結びついてきたと。ということで、そのまあ大体その人類の数学の歴史とほぼ同時に始まって、こういくつかの概念から次第にこれ行列っていうのを使っていろいろ考えるとうまくいくということが分かってきました。ただこの線形代数として今我々が勉強するような概念にまでまとまったのは大体20世紀に入ってからだと言われています。ですのでこの線形代数がその大学のですね、そのまあ1年の数学の授業で教えられるようになったのはそんなに昔ではなくて、そんなに昔でも100年昔ではなくて、まあ、せいぜい 4,50 年前からということだそうです。で、この流れを見ていますと、そのまあいろいろな分野でいろいろな問題を解いていたのが、だんだんその行列を核にした理論にだんだん抽象化されていったというふうにこう見ることができると思います。で数学というのは最初はですね、最初からこう皆さんがこう勉強するような教科書の理論が出来上がっているわけではありません。大体最初はみんなこう自然を見て問題を思いつくか分からないんですけれども、例えばリンゴが落ちるのを見てこうニュートンが考えたとかですね、あるいはその誰かがこういうことはどうして起こるんだろうかっていう不思議に思った、そのところからこうだんだん問題を考え始めるわけですね。でその時は非常に具体的な、で場合によってはそのいろいろまとまりもなかったり、それからいろいろ言葉もなかったり、それから条件があまり詳しく記述されていなかったりといった、そういう大雑把なものからゴニョ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 こういろいろ数学その問題を解こうと考えていく中で、だんだんそのいろんな人がこう数学を作っていく中で概念がや定義がこう整備されていくと。でそれで抽象的なこうものが形作られるわけですね。で数学っていうのはそういう、まあ、抽象的なものをまあだんだんこうにまとめていくという流れがまああるんですけれども、そういう抽象的なものにまとめると何が面白いかっていうのが問題なんですよね。で何がいいかっていうと、その今度はいろいろな問題にこう適応することができるようになるというか、その抽象的になったからこそそのいろいろな新しく降ってくる問題にですね、それを使えるようになるという特徴があります。皆さんですね、その多分小学校中学校高校の数学算数数学の授業では、特にその高校などではそのいろいろな計算とかですね、そういった技術を腕を磨いてきたと思い磨くことが中心だったと思いますので、こういうその道具を抽象化するっていうことをにあまり馴染みがないなと思っているかもしれません。しかし考えてみますと、その小学校の1年生の最初の算数の時間に皆さんどんなことやったか覚えているでしょうか。
実は僕もほぼ忘れてしまったんですが、僕の娘が今小学校2年生ですので、去年小学校に入りまして、でこう算数の勉強を見ていく中で、ああっていろいろ思い出してきたんですけれども、例えば小学校の1年生の算数で最初にやることっていうのは、数を数えるということをやりますよね。例えば魚が5匹とか、クレヨンが5本とか、それからバナナが3本とか、なんか食べ物系にいっちゃいそうですけれども、でそういったですね、もともと子どもは多分そのあるもの、具体的なものを見て数を数えたと思うんですよね。でそれがだんだんその何でしょう、3匹とか5本とか、あと2個とかっていう概念っていうのは、そのものに依存しているわけではなくって、それ自体がこのある一つの概念を形作っているっていうことに、こう昔、大昔の人々も気づいてきたと。それが多分その数っていう概念にたどり着いたと思うんですけれども、だからそういう意味においては、多分皆さんはそのこの生涯、人生において、その数学の勉強の最初のステップでこの道具の抽象化っていうのを経験してきたのではないかというふうに思えるわけです。で、まあその後中学や高校ではそのいろいろな計算の手法を習うことが中心だったと思いますので、そういう場から遠ざかっていったかもしれませんけれども、その大学に入ってですね、ちょっとギャップはあるかもしれませんが、その大学の数学というのはある意味この抽象化された道具を学ぶことかなというふうに思います。で、多分多くの人はこのいきなりこの抽象化された道具を渡されてですね、あらこれを調べろとか、行列なんとかを解きなさいとかって言われて、かなり戸惑うかもしれません。で、ただその最初は戸惑うかもしれないんですけれども、だんだん慣れてくるとその道具もこう扱えるようになってくるのではないかと思います。で、今度はその道具をですね、使いこなすっていうのは大事な場面になるわけですね。で、その抽象化された道具を使いこなすことで、こう社会というか世の中にあるいろいろな問題を解けるようになると。多分形は違うと思いますが、そのこれから皆さんが学ぶ科学、ケミストリーもそういう側面というのはあるのではないかというふうに思います。でちなみに、線形代数がですね、その抽象性を獲得して今どのように使われているか皆さんご存知でしょうか。実は皆さんが日々生活している中のほとんどの場面でこの線形代数が活躍しています。で例えば、左上にある、コンパクトディスクはこう皆さんもう使わない世代なのかもしれないですけど、今だったらブルーレイで映画を見るのはまだやりますかね、多分ね。でこういったディスクですね、デジタルの音楽なんかですと、これ符号理論によってその、デジタル信号をですね扱いますので、そういった中で例えばそのデジタル信号を記録したり、あるいは信号を送ったり通信で送ったりとかする上で、その誤りを途中でこう誤りが起きたりするわけですね。0のビットが1になったりとか、でそれをきちんと訂正しないと元の情報を再現できないんですけれども、そういったその元の情報をちゃんと再現するための理論にも線形代数が使われたりしています。でそれから、右上にある、コンピュータグラフィックスって少しいかめしく書きましたが、要はゲームですよね。多分皆さんもよく遊ぶと思いますが、あのゲームのグラフィックスっていうのは、線形代数ですね。それからあと左下にあります、数値予報って何かっていうと、これは気象予報ですね、天気予報です。明日の天気、1週間の天気、もしくは台風の進路を知るという計算も実は線形代数を使ってやっています。であとは、ちょっと変わったところでは、このウェブページのランク付けっていうのがあって、これはどういう話かというと、皆さんウェブページの検索サイトというのは使ったことがありますよね。Google ですとか Yahoo ですとかあると思います。でその際に検索結果として現れてくるこういろんなウェブページがあるんですが、あれがですね、
なるべくその皆さんが探したいこうキーワードもしくはジャンルにと関連が深いものがこう上位に現れるようになっていると思います。実はあの技術に線形代数が使われています。で、その辺の話は実はあの僕のホームページからたどるとですね、僕の他の授業でこのウェブページのランク付けの、講義を行ったあのビデオなどもありますので、興味のある人は見てみてください。あ、ちなみにここにあるあのコンピューターの写真は何かと言いますと、これあのセルンっていうあのヨーロッパ の原子核物理の研究所ですねにあります。これ世界で最初のワールドワイドウェブサーバーのコンピューターだそうです。あのワールドワイドウェブの技術というのはあのセルンの研究者の人があの最初に発明したものなんですが、まあ、その最初のサーバーが展示されているそうで、その写真がありました。ということで、あとは、そうですね、昔ですと、その、中学校でやったのは、幾何学が、その、数学的な思考のトレーニングの題材だったと思いますが、そういう意味では、今は、その、線形代数を勉強することで、その、論理的な思考のトレーニングもできるのではないかというふうに思います。ということで、最後の A はですね、その、まあ、なんか、その、これから、数学の大きな地図の中にこう皆さん歩いていくわけですが、まあワクワクするかドキドキするか、ちょっと憂鬱かもしれませんけれども、こういった数学の世界に これから歩いていきましょうということで、これはちょっとなんかいい地図がないかなと思っていたら、ちょうどこういうですね、中世のヨーロッパみたいなのの数学版という地図を作った人がいらっしゃったので、ちょっとその図を借りてきましたけれども、まあ、こういった数学の世界の中でですね、また線形代数の世界をこう見ていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんこれから、まあ、何ヶ月かの間でしたけれども、一緒に勉強していければなというふうに思います。はい、ということで何か質問ありますか。じゃあちょうど時間で良いですので、じゃあまた来週から今度は黒板にチョークで授業を始めたいと思います。またよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。